三沢曲名歴2年3月30日、1656年4月24日は、大見小室藩主、小堀正和の側室で、江戸幕府四大将軍、徳川家綱の乳母、名は子、三沢た秀日の娘、茶人大名として名高い小堀正和の側室となり、寛永18年に伊豆尾の聖帝を出産した。同年、徳川家光に、嫡男、家綱が生まれたことから、 春日局の推挙によって、家綱の馬として召し出された。慶安3年9月に、家綱が将軍正師となるに及んで、西の丸御殿に移り、翌4年に、家綱が四大将軍に就任するとお年寄りに、昇進し、本丸御殿へ移った。三沢局と称して、元米五十国、月宝十口を賜り、同じく家綱の馬である八島局、川崎ともに、 大奥で重きを成した。五府内尾皇族編には、大樹十六歳のお年までなお片時も小川を、離れた手祭らす旧時方向死宮とあり、長らく家綱に仕えていたが、明暦2年3月30日に病没した。万寿元年、三沢局の生前の願いにより、深川に上神寺が回帰された。三沢局は同時に葬られ、海名を上神因伝妙修備旧大使という、 なお、三沢局の兄、三沢総左衛門のぶは、局が制御した同年12月に召し出され、500票を与えられている。ありがとうございます。